伊豆大島の魅力を広く伝える活動をするミス大島が先週発表されました。コロナ禍で活動に制限がある中、町の人たちの期待を背に新ミス大島始動です。第65代ミス大島は野村千由美さんです。新たにミス大島に選ばれた野村千由美さん、笑顔が素敵な20歳は生まれも育ちも大島です。まだ実感は湧きませんけども、これからいろいろなお仕事をいただけると思うので、コロナ禍ですが頑張っていこうとは思っております。大島町の三辻町長は島の PR 活動に期待を寄せます。ミス大島、大島を代表する観光大使です。コロナは収束まで見えませんけど、コロナを打ち破るくらい元気に活動してもらえばと思ってますので期待します。そして父親の弘和さんも喜びはひとしお。誰でもなれるものではないので、できる限りこのコロナ禍なんで頑張ってもらいたいと思います。これからの大島のことの観光いろいろあるんですけど、それが PR できるような形にしてもらって、島が発展していけばと思います。野村さんは普段大島観光協会で働いています。担当は電話の対応や接客。いらっしゃいませ。やっぱりスーパーとかってどこら辺？ただ働き始めたのは去年の11月。まだまだ慣れないこともあるようです。島内の細かい観光情報や交通の案内など、例えば三原山の駐車場どこにあるのか聞かれた時は、そう、問い合わせに対して知識が浅かった時期はきちんと答えられず辛かったことがありますね。大島の魅力を今自分が知ってることだけでなく、他のことを見つけ出していきたいなと思っているのと、これからも観光業に携わっていきたいなと思っています。そんな野村さんには子どもの頃から通う馴染みの店があります。それが丸久食堂です。この店で一番好きだというメニューが、ありがとうございます、このオムライスです。いただきます。小さい時から食べてますけど全然変わらない味ですごく美味しいです。うちに来始めてからずっとオムライス、いまだにオムライスですね。はい、もうかれこれ20年近いんじゃないですか。大のお得意様ですね。店主の栄一さんと妻の孝子さん、子どもの頃から見てきたミス大島に島を明るくしてほしいと期待しています。明るい子なんで、楽しく大島の魅力を伝えてくれたらいいと思います。去年今年と、ちょっとコロナのことで、いろいろと観光業、私ども食堂もそうなんですけれども、大島ちょっと冷え込んでるんですね。ちょっとね、その辺を明るくなんとか盛り上げるのにはちょうど彼女がいいかなと思いますね。はい、これからの大島の期待の星ですね。野村さんの趣味はドライブ、時には島を一周することもあります。そこで新しいチャレンジへの思いを打ち明けてくれました。20年ぐらいしか生きてないですけど、なんですかね、もう今までやったことないことに挑戦するってなるとちょっと結構緊張します。そして生まれ育った大島への思いは、静かで過ごしやすくて大島の子ってよかったなってすごく思います。大島のことをいいって思えるのは何が勝ってるんですか？やっぱもう一番は大島が好きだからってなりますね。そういう不便なところもしょうがないかなって。大好きな大島、そして
20年暮らしている島のおすすめスポットを案内してくれました。能登浜になります。島の北西部に位置する能田浜、人気のダイビングスポットでもあるといいます。霞んでるんですけど、あちら伊豆半島になるんですけど、はっきり見えますと本当に綺麗だなと思って、私の一番好きな景色になりますね。目の前に広がるきらめきと波の音に癒しを感じて、野村さんは海を見つめます。しかしこのコロナ禍、ミス大島としての活動の難しさもあります。例年は島の一大イベント椿祭りを PR するために宣伝キャラバン隊として都庁や在京の新聞社などを訪問していました。ただそうした取り組みができず、去年のミス大島の白井リズさんは SNS を活用するなど工夫しながら活動する日々を強いられました。コロナ禍っていうこともあって、私がどうやって伊豆大島を宣伝できるのかなって就任当初考えた際に、 SNS を毎日投稿しようっていうことを心がけていて、実際にツイッターを始めて、それを見てくださった方が今年のミス大島は本当に頑張ってるねっていうのを言っていただけて、あ、この形を自分は選んでよかったんだなと思って。発信力のある白井さんを見習いながら、大島のために自分ができることを精一杯、野村さんは前向きです。コロナ禍が続いており、この状態が一日でも早く収束へ向かい、多くのお客様へ来島していただくことを願っております。自分のできることを考え、精一杯努力し頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。